毎度タイガーでーす筋トレ大好きな現在42歳のおじさんでーす。今からあの YouTube 初心者の方に教えておきたいことがあります。例えばですね、アンチコメントって書かれるのって嫌ですよね。あ,のあと暴言吐かれたり脅迫。 コメントされたりあとなんかこうきついコメントとか鬱陶しいコメントされたらもうブロックしたくなりますよねブロックすればもうそいつが自分のチャンネルの動画やコミュニティにコメントを投稿できなくなるんですよで特にその YouTube 初心者で未成年の方でそのブロックの仕方わ分かんない人もいます そのやり方を教えます。例えばですね、こいつは悪質ユーザーなんですよね。なので、まあこいつ、こいつが俺のチャンネルの動画、動画やコミュニティにコメントを投稿できない状態にちょっとさせてみます。そのやり方は、まずこのアイコンをタップする。そうすると、 こいつのチャンネルの中身が出る。で、画面の、あの、右上に、このちっちゃい点3つあるじゃないですか。ここをタップする。そうすると、こうやって出るんですよね。で、チャンネルでユーザーを非表示にするっていうところをタップする。そして、ユーザーを非表示にする。 もうこれで、もうこ、こいつが、俺のチャンネルの動画、動画やコミュニティにコメントできない状態になりました。やり方簡単でしょ見てて。あの、ブロックの仕方わかんない人、この動画を見て覚えてください。それでは、またねー。